皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィレ2020やっていきたいと思います。今回は10月10日に来る週間 FP の方の予想をねやっていきたいと思います。結構活躍した選手、有名選手多かったですね。はい、今回も見ていきたいと思います。今回もビッグクラブのね結果、内容とかね中心にね振り返っていけたらと思います。その中でも活躍した選手5選手ね、この選手来るんじゃないかなという選手を最後にね紹介できたらと思っております。ということで早速やっていきましょう。はい、では早速やっていきましょう。今回も小さなリーグとかあと中堅クラブとか小さなクラブで活躍した選手はね固定コメントにコメントを載せているので、気になる方はそちらをご覧ください。今週はまずはチェルシーから見ていきましょう。チェルシーはサウスアンプトンと試合を行って4対1で勝っています。こちらの試合でゴールを挙げたのがまずはエイブラハム、こちらは1ゴールですね。週間で1回来てますね。あとはマウント、こちらも1ゴールです。それからバチュアイ、こちらは1ゴールですね。途中出場でね、ゴールを挙げております。続いてリバプール、リバプールはレスターと試合を行って2対1で勝ってますね。まずはミルナ、こちらが1ゴール1アシスト、PK1 ということで、後半のアディショナルタイムに、勝ち越しゴール、PK を決めたという感じですかね。もう1ゴールはマネ、こちらが1ゴールということです。続いてマンチェスターシティ、マンチェスターシティはウルブスと試合を行って2対0で敗れてますね。こちら一応評価が高かった選手でいうとロドリー、こちら評価高かったですし、あとは、ユンドワン、こちらも評価高かったですね。マンチェスターシティに勝ったウルブスでいうと、まずは、こちらのアダマトラオレ、こちらが、2ゴールの活躍、スピード速っ、はい、決定力は低いですね。はい、バランスがちょっと悪いですけど、こちら評価高かったですね。あとはラウル・ヒメネス、こちらも2アシスト、評価も高かったですね。確かスパサブ持ってますね。はい、トラオレ来るんじゃないかなと思いますが、どうなるかという感じですかね。続いてマンチェスターユナイテッド、マンチェスターユナイテッドはニューカッスルに1対0で敗れています。特に来る人いないので、試合結果のみを紹介しましょう。続いてトッテナムもブライトンと試合を行って3対0で敗れています。こちらも来ないかなということで特に紹介はないんですけど、ブライトンの方で活躍した選手はこちらのコノリー、こちらが2ゴールですね。はい、19歳ですね。ただ白玉ですね。はい、コアも3でしたね。それからモペ、こちらが1ゴールの活躍という感じになります。続いてフランスリーグワンですね。まずマルセイユ、マルセイユはアミアンと試合を行って3対1で敗れています。1ゴールを決めたのがベネディット、こちらの選手結構活躍してますね。ただ負けたので FP にはならないかなとは思います。続いて PSG、PSG は4対0でアンジェに勝ってますね。まずはサラビア、こちらが1ゴール2アシストの活躍ということで、なかなかね活躍したんで、FP になる可能性結構あるんじゃないかなと思います。あとはネイマール、こちらが1ゴール、あとパレデスも評価高かったですね。はい、一応紹介はしてきますが、FP になるとすると、他の選手かなという感じです。続いてモナコ、モナコはモンペリエと試合を行って3対1で敗れています。1ゴール上げたのが、こちらのベンエデルですね。こちら負けているので来ないと思いますが、紹介だけしておきます。続いてリオンですね。リオンはサンテティエンヌに1対0で敗れているので特に来る人いないかなということで、次に行きたいと思います。はい、続いてイタリアですね。イタリアはまずインテルとユベントス、こちらですね。2対1でユベントスが勝ってますね。まずは、ゴール決めたのが、イグアイン1ゴール、それからリバラが1ゴールですね。アシストはまずベンタンクール、1アシストと、あとはピャニッチが1アシストですね。ここから1人ぐらい来てもおかしくはないかなとは思いますが、どうなるんでしょうかね。インテルの方はラウタロ、こちらが1ゴールを決めています。PK ですね。続いてミラン、ミランはジェネワと試合を行って2対1で勝ってますね。
まずはテオ・エルナンデス、こちらは1ゴールの活躍、まあ、ディフェンスの選手ということで、まあ、来る可能性は結構あるんじゃないかなと思いますが、後半が2ですね。もう1ゴールはケシエ、こちら PK での1ゴールです。評価高かったのが、こちらドンナルンマじゃなくてペペレイナ、こちら評価高かったので紹介しておきます。続いてナポリ、ナポリはトリノと試合を行って0対0のスコアレスドローということで、まあ、特に来る人いないかなと思います。続いてがローマですね。ローマはカリアリと試合を行って1対1の引き分けでした。ゴール自体はオンゴールということで特に来る人はいないかなと思いますが、カリアリのオルセン、こちらが結構評価高かったですね。シュート21本打たれて枠内6本、6セーブということで、枠内のものは、全てセーブしてますね。元ローマの選手ですよね。はい、こちらの選手はどうなるかという感じですかね。続いてアタランタ、アタランタでいうと、ドゥバン・サパタ、こちらが1ゴール1アシストということで、活躍しています。ただ評価高かったのはこちらのアレハンドロ・ゴメスでしたね。はい、チームは3対1で勝ってます。はい、続いてオランダですね。まずアヤックスはデンハーグと試合を行って2対0で勝っています。まずはヤン・フンテラール、こちらが1ゴールの活躍ですね。はい、もう1ゴールは、ネレス、こちらは途中出場からの1ゴールということで、スパサブは残念ながらつきませんね。はい、あとはジアシュが2アシストをしております。続いてペースペー、こちらは、フェフェフェと試合を行って4対1で勝ってますね。はい、こちらの選手またゴール上げてましたね。マレン2ゴールですね。なので4試合連続ゴールか、多分それぐらいしてますよねという感じでかなり活躍しております。それからベルフワイン、こちらが1ゴール2アシストの活躍。はい、あとは1アシストでデュンフリース、こちらも1アシストということで紹介だけしておきましょう。続いてポルトガルリーグ、こちらはまあ1試合しか、ね、行われていないのでベンフィカとかポルトとか、その強いクラブは、ね、試合なかったので今回は特に紹介する選手はいません。続いてロシアのゼニトですね。アズムンですね、こちらが1ゴール1アシストですね。はい、あとはオズドエフ、こちらが2ゴール1アシストですね。はい、一応紹介しておきましょう。続いてスコットランドのレンジャーズ、レンジャーズ結構大勝しておりますが、こちらのデフォーハットトリックの活躍ですね。今週確認した試合で唯一のハットトリックの、ね、選手なので、まあ、来る可能性があるかなと思います。そしてスパサブ持ってますね。はい、続いてスペインいきましょう。スペインまずバルセロナ、バルセロナはセビージャと試合を行って4対0で勝っています。まずメッシが1ゴールですね。はい、それから、ビダルが1ゴール、そしてスアレスも1ゴール。はい、ただバルセロナね、退場者が確か2人いたんですけど、まずデンベレがね、退場してて、あとアラウホ、ここには残念ながらいませんが、その選手も退場しております。続いてレアル、レアルはグラナダと試合を行って4対2で勝ってます。こちらの試合で活躍したのが、ようやく来ましたね、アザール1ゴール1アシストですね。はい、後半8です。あとはベンゼマ、こちらも1ゴール、それからモドリッチ、こちらもね、1ゴール、すごいミドルシュート決めてますね。はい、あとはハメスも1ゴールですね、まあ、久しぶりに名前を挙げた気がしますが、アトレチコは、バジャドリードと0対0のスコアレスドローということで、まあ、特に来る人はいないかなと思います。続いてトルコリーグですね。トルコリーグ結構毎週来ているので、まあ、1人ね、やはり紹介しておきたいのがこちらヤホビッチ、こちらの選手4ゴールの活躍、まあ、PK1 ということでチーム5対1で勝ってるんですけど、まあ、この選手が来る可能性あるんじゃないかなと思います。北マケドニアの人なんですね。はい、能力はこんな感じです。シュートスキルも3つ持ってますね。はい、最後ブンデスをチェックしていきましょう。まずはレバーフーゼン、こちらはライプツィヒと試合を行って1対1の引き分けでした。こちらの試合でゴールを上げたのがポラント、こちらが1ゴール、続いてバイエルン、バイエルンはホッフェンハイムと試合を行って1対2で敗れています。1ゴールはレバンドフスキー、3試合連続ゴールかな、まあ、そろそろ来てもおかしくはないんですけど、まあ、クラブセレクション待ってるんですかね、コナミさんという感じですかね。まあ、試合もねちょっと敗れたので、まあ、来る可能性ちょっと低いかもしれません。シャルケは、ケルンと試合を行って1対1の引き分けでした。こちらの選手またゴール決めてますね。セルダル、こちら1ゴールです。でこちらのゴールをアシストしたのがサネ、こちらが1アシストということになります。
はい、ということで、ここから注目選手見ていきたいと思います。まずゴールキーパーですね、こちらレバンテのアイトール・フェルナンデス、こちらが、レガネス戦で、2対1で、勝ったんですけど、かなり評価高かったですね。シュートは22本打たれて枠内10本9セーブ、1失点という感じで、そういう成績でした。今のところ、胴玉の選手ということでね、なかなかなんですが、あとモブ顔というね、感じなんですけど、能力はかなりね、今のところ低い。今案も5と、身長182とやや低いですね。ゴールキーパーのロングスロー持ちという感じになります。今週確認できた試合で、一番評価高かったキーパーはこの選手でした。もう一人でゴールキーパー紹介すると、ガブリエウ、レッチェの選手なんですけど、こちらは、非シュートが30本打たれて枠内15本、かなり外してますけどね、相手チーム、12セーブ3失点ということで、先ほどの選手に続いて、評価が高かった選手ですね。12セーブなんですけど、3失点してるのでそこら辺どうかなという感じ。今は胴玉の選手ということになります。能力も低くて、根安が英語ですね、193センチということで高くて、スキルは特にありません。はい、続いてディフェンダーですね。ディフェンダーは正直もうこの選手でいいんじゃないかなという感じです。ダビド・ルイス、1ゴールの活躍、ボーンマス戦で決勝ゴールを、決めています。1対0で、勝っています。評価そこまで高くなかったんですけど、ゴールはコーナーからのヘディングシュートを、決めております。今作黒玉にもなってて、能力もね、ヘディングジャンプ、ここら辺が85を超えております。ディフェンスの能力、センスはやや低いですね。このあたりがかなり上がってくると、なかなかいい選手じゃないかなと思います。逆足3のコマン6、こちらもいいですね。でスキル埋まっていますし、ヘディングでゴール決めてますけど、ヘッダーついてるので問題なさそうですね。ただインターセプト、マンマーク、ここら辺持ってないのがちょっと気にはなりますけど、中盤で使ったりするとちょっと面白いんじゃないかなと思います。おそらくこの選手来るんじゃないかなと思います。続いて紹介するのが、グエですね。パリサンジェルマンの選手で、1ゴール決めてます。チームは 4-0 で勝ってます。ゴールシーンは味方のシュートミスかな、こぼれたところを押し込んだというようなゴールです。かなり評価高かったですね。1ゴールしか上げてないんですけど、結構活躍しているサラビアとかネイマールより評価は高かったですね。こちらの選手は、前作から個人的にね、FP になったら強いと思っている選手なんですけど、30歳になったんですね。ボックス2ボックスの選手で、スピードもね、そこそこあって、ジャンプ、スタミナ、ここら辺が高くて、ディフェンスの能力がかなり高いんですよね。でコマンが7とで、スキルも、3つ持ってるということで、なかなか強い選手じゃないかなと思って、前作からね、結構待ってたんですけど、ようやく FP になる可能性がね、出てきたんじゃないかなと思っています。はい、続いてが、インモービレ、こちらが2ゴールの活躍、チームはボローニャと試合を行って2対2の引き分けでしたね。まず1ゴールが1点ビハインドからの同点ゴールを決めています。で、2ゴール目も、勝ち越されて、同点ゴールをね、また決めてるんですけど、ペナ内でね、ワンツーからのゴールを決めています。今作は、若干能力は前作より落ちたんですかね。それでもオフェンスセンス、決定力、ヘディング、キック力、スタミナ、ここら辺高いですね。でスピードもそこそこあって、コアも6ということで、シュートスキルかなり豊富で、ワンタッチシュート、ワンタッチパス、あと闘争心などいいもの持ってますね。かなり優秀な選手で、前作も結構強かったので、今作もね、FP 化期待できるんじゃないかなと思います。はい、ということで、今週の目玉選手はカンテじゃないかなと思います。こちらの選手は1ゴールの活躍、チームは4対1でサウサンプトンに勝っております。見事なミドルシュートを決めています。はい、能力見ていきましょうか。見るまでもないような気もしますが、スピードが若干ね、今作は落ちておりますが、ディフェンスの能力高いですね。 FP のセンターバック並みに高いです。あとは、コアノは若干落ちてるんですけど、7はありますし、スキルはいろいろね、いいもの持ってるなという感じですね。特に申し分はないかなと思います。ただミドルシュートはつかなさそうですね。はい、ということで今週来る週間 FP の予想をやっていきました。いかがだったでしょうか。やはりカンテは来てほしいというところで、今週はちょっとディフェンス中心になってしまいましたけど、ダビド・ルイスとか、あとパリ・サンジェルマンのグエイ、あとインモビレ、選手以外で言うとアザールだったりとか、PSG のサラビア、ここら辺もね、活躍してるので来るんじゃないかなと思います。あとは PSV のベルフハウスとか、
こちらは1ゴール2アシストということで、かなりね数字も出しているので来るんじゃないかなと思います。あとはトルコリーグの4ゴール選手と、デフォーハットトリックの選手、まあ、ここら辺も来るんじゃないかなと思っております。今週の木曜日の注目ポイントは、カンテが来るのかアザールが来るのか、まあ、このあたりかなと、かなり注目して、見ていきたいと思います。はい、ということで、こちらのチャンネルではこういった FP 関連の動画、 FP 予想とか FP の比較などもやっておりますし、あとクラブセレクションの、比較なども方もやっておりますし、あとはですね、スカウト動画だったりとか最新情報、あとメンテ後配信などもやっておりますので、気になる方はぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。